品川真珠。
せるのは金蔵で、足元にあるのが雑巾。何言っちゃうだろ、どうしたんだい、顔見せねえじゃねえか、この俺の。つきまして、私も幸せ悪くいたしまして、当たり前だ、幸せがあると酒食らっちゃう女ばりかかって、ふらふらしちゃうんじゃな。しょうがありませんか、この際、田舎へでも行って、少し稼ごうかと。おお、それがいいや、行っておいてば、うん、で、どっち行くんだい？方角は西の方へ。ああ、西の方へ、うん、うん、いつ帰ってくんだい？お盆の13日には帰ります。何を、そう日受けなかったらいいじゃないかな。で、どのくらいだ、その道のりは。人の噂に10万石道。いや、やろうかな、この人ども。で、西へ参りますで、西は一体どこなんでいい？最後は闇だ。DTM さんじゃなくて、なんだっけ、あの、あ、そうそう、あの、あの、あれです、あの、ビーズのふるさと、あ、ビーフのふるさとね。よろしいですか。からやってきました。いや、あなたたち、岡山の人間椅子じゃないの？あ、人間椅子。違いますよ。違いますよ。あの、違いますよ、あの、気持ちいいよ。あの、あ、待てよ。あ、そうそう、逃げた。あ、逃げた。あ、もう負けちゃったよ。今日は何も助けねえと思ったのに。やばいよ、この前。広島の皆さん、はじめまして、鉄座ボタンです。岡山にはね、クレイジーママキングダムっていうライブ、ちょっと大きめのライブハウスがあるんですけど、まさかね、まさかそんなね、大きいここリードさんでライブができるなんてね、嬉しいです。 DTF さんお誘いいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。終わり？オッケー、こっちは準備できましたよ。